復興が進む中、一層輝きを増した山あいの地域、そんな魅力あふれる里がありました。ここは新潟県のほぼ中央にある小さな里、山越地域。四季折々の景観を見せてくれる豊かな自然に恵まれた土地です。まもなく長くて厳しい冬を迎えようとしています。ここには生活の中から生まれた特色ある文化が受け継がれています。1000年前からこの地に人々が住むようになったといいます。そして当時は農作業に牛が大きな役割を果たしていました。以来牛と共に生活してきた人々なのです。今では農作業はありませんが、1トンを超える大きな牛が角突きを楽しむために飼われているのです。2004年10月、突然襲った新潟中越地震、平和でのどかな山里を破壊してしまいました。至る所で崖崩れや道路の寸断、家屋の倒壊など、その被害はあまりにも大きく、全住民が避難を余儀なくされました。中でも小菰集落は災害ダムによって家も牛舎もすべて水没してしまいました。結局この集落全体が移転することになったのです。怖くて恐ろしい地響きがする一夜が明けました。牛舎の下敷きになった牛も多く、また生きていた牛たちをどうすることもできず残してきたのです。どうしても牛を助けたいと松井さんたちは避難所を抜け出し、余震が続いている被災地山越に戻りました。地震の時ひじが落ちる場所はないから、ひじが上に回ってて、でロープを通してきて、それに腰つけてもらってシュッと引き上げてもらう。お前たちの死はね、決して無駄にしないぞ。そして震災から1年後の春、松井さんたちは仮設住宅の中で闘牛場を作り、牛の角突きを再開させたのです。復興への第一歩でした。仮設住宅での生活は3年にも及び、人々はその長い日々を乗り越えてきたのです。松井春次さんの息子さんです。2年間勤めた会社を辞めて牛舎に入りました。何がきっかけで？震災が一つのきっかけです。関さんは東京の大学卒業後、畜産業の父親の後を継いで日本一の和牛を育てようと日夜頑張っています。ここの卒業生の人たちがね、結婚式挙げたと思うんですね。思い出を作ろうということで、思い出を作りに来られたんじゃないですかね。震災後にこんな温かいドラマがあったのです。やり中を始めてから、ここは震災で荒れた土地を酒井さんが7年かけてお花畑にしてきました。泳ぐ宝石とも言われる錦鯉、震災でわずかに生き残った錦鯉を飼育し、200年の長い歴史を受け継いでいるのです。
この里見庵は全国の人々との交流を目的に松井さんが作りました。10年ね、もう10年目、大震災の時この集落は一面湖となりました。あれから10年、忘れないでほしいと今も一部の姿を残しております。さあ今日は待ちに待った牛の角突き大会です。復興を応援しようと全国から訪れています。神さんよりもいいよ。はい、させていただきます。はい、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 ここ山越では牛に対する思いやりから勝ち負けはつけません。足に縄をかけ引き分けにするのが決まりとなっています。震災から10年、未だその爪痕は残っていても、全力で復興に取り組み、そして見事に再生させた人々の強い思いが実った山あいの里でした。